もちろん東大卒ですけど、グラビアです、ミス東大が神谷朝さんね、東大まで出てつったらもっちゃんさんじゃないですか。抱きたくないっすね東大をでも出ておいてよかったとは思うんですか。東大始まりました、もっちゃんです。もっちゃんとるいちゃんですね、はい、今何でしたっけ、コンビになってるんでしたっけ、玉井占いでしたっけ。やめてくださいどの角度からいじってるんですか玉井占い、玉井占いでしたっけ。でももう、まあ、男女比はまあそうですもんね160っていう YouTube チャンネルを2人でやってます、はい、なんで160なんですか。一郎に憧れてうん、世代が世代がちょっと身長が160センチ、2人ともそうだったんですか、はい、同じだったんですか。もうちょっとで勘太郎さんに追いついちゃうそんな今なんか荒れてるじゃないですか、東大がもちゃん東大卒ですけど、あれですか、はい、李さん以外は違う違うそれも荒れたけど、ですか、それも荒れたけど李さん軍で若者いじめて楽しいからさそうありましたね、それもありましたけど、グラビアでって今ミス東大が神谷朝さんね、そうです、神谷朝さんで東大まで出て、うん、グラビアやって日本も終わりだみたいなのが炎上中ですよ。東大まで出てと言ったらもっちゃんさんじゃないですか失礼な失礼な誰がパッとしないな東大出て誰も言ってない前にもね、もっちゃんさんってネオニートだよねって言われてたそんなことないのにネオニート、ね、全然東大卒ニートってあの出ますから、キャプションがキャプションでもサムネも東大卒ニート、東大卒グラビアって別に初じゃないですよね。ですよね、うん、いると思います。現役でやってた子もいたし、何を今更言うのね昔ね売れてた八田なんとかさん、アミコ、アミカっていうすごい売れてた人はやってたと思います、うん、何人か普通に全然やってる人いますね、うん、だから今更っていう感じですか、うん、いや全然もうね、やりたいならやったらいいじゃないと、うん、でもこれ東大でまあ言ってるんでしょうけど、その東大なのにっていう炎上の仕方ですよ。そしたらグラビアアイドルたちもっと怒ってよくないですか、確かに、そんなこと言われてそっちが気になりました。下地見られてるグラビアはやりたくないけど渋々やらなきゃいけない人がやるみたいな、そういう認識なんだ。固定観念があるんですよね。そう、そういうことですよ。そうか、じゃあサムネは東大卒とグラビアアイドル、違います、違いますあれは絶対に違います。いつの間にやったことがないいつの間にいつの間 に, の間にアイドルって書いておきましょうか、お願いしますでもなんか女子の中でもさ、結構グラビアにさ、なんか1回はやってみたいみたいな人結構いるよね、うん、全然いると思います。そうなんですね、やっぱなんか若い時の綺麗な私を撮っておいてほしいわみたいな、わかる。でもその気持ちは、わかるんですか。やりたいとは今現在に思ってないけど、気持ちはわかります、うん、じゃあ吉本から来たら全然夜、あ、でも篠山マキシンが広瀬マルズ人芸人、そうそうそう衝撃グラビアみたいなね、そうそうそう、あ、ま、全然やれますよそれは。なんか、そうなんですね、うん、来ちゃうかもしれないこれこれは出したらこれを見てる、まあ、あんまり私のファンの人男性でも本当にセクシーを求めてなくて、ルイちゃんが水着とかあんま見たくないみたいなこと言われて、親のような気持ちになってそわそわしてしまう、需要ないならやらなくていいかなっていう感じです、うん、そういう感じだ。私もなんかさ、我々肩幅族じゃん、はい、かるれちゃんそうなのか分かんないけど、私水着とか試着しに行くと 99% 似合わないなんか99%おかしいなって。分かります、分かります。で、ほんとその 1% の似合う水着を厳選して買うしかないんですけど、うん、こんな状態の人が水着を紙面で晒すことはできないでも私も綺麗な体だったらもしかしたらやってみたいと思ったかもしれないですね。なるほど、確かにな。今は恥かきには行きたくないですけども、神谷朝さんだったら、うん、やっぱちょっと綺麗な私を撮っておいてほしいなって思うかもしれない。なるほど、じゃあそれだったら納得と、うん、気持ちは分かるの全然。じゃあ東大出てまではどうですか言われ慣れてそうですね、だって論点はそこですもんね東大出てね、東大出て、いやでも私ももう一回人生やり直すなら東大らしい人生送ってみたいですよ。東大らしい、どういうの東大らしい人生とは一体学歴パワーで就活を大手に進み、はいはいはい、そのまま行く、で、アフタヌーンティーですよね。アフタヌーンティー
なんかもちろんさ、なんかそのアフタヌーンティーに行くような人生が送りたかったらしいです。アフタヌーンティーなんてもうパパ活の集まりし偏見です、それは。外国人に言われたんですよ、アフタヌーンティーっていうのすごい流行ってるからって言って、うん、行ったらもうパパ活ばっかりでびっくり。外国人の方もパパ活知ってるんですか？ニュースとか見て知ってるんで、それで行ったらもうパパ活しかいない。なんて言うんですか英語で、まあ、シュガーダディーはあるけど。でもあるんだ、シュガーダディーか。シュガーダディーがめっちゃあんなね、絶対食えないシュガーのもの食ってますそういう意味なんだ。違うわアフタヌーンティーで批判な。でも本当に話めっちゃずれちゃいますけど、パパっていうかその血縁関係のないパパとアフタヌーンティーって何が楽しいんですか？確かに。いや女性は楽しくないでしょ。え、ただインスタ映え撮れるだけでしょ。あー、なるほどね、写真を撮るために行くんだ。そうか。じゃあパパの方は何が楽しくて行ってるんですかね？パパは女の子がいればいいわけでしょ。そうか。アフタヌーンティーって結構するんですね。1万とかしますよね。なんかそれだ、一回カリスさんが間違えてアフタヌーンティーを用意してて。え、どういうこと？どういうこと？ご飯食べに行くって言って、僕とまたもう一人いて、ご飯って言ったらアフタヌーンティーでめっちゃビビりました。間違えるの？マカロン食べたんですか？めっちゃなんかもう甘いしもう食えないよ、進まないよこれって思いながら。パスタとかの口で言ったら、そうそうそう、なんかいいもの食えんのかなと思って言ったら、アフタヌーンティーって出てきてマジで辛かった。こんなん食えないよって思いながら。だって一番合わないですよね、森哲さんと。あ、一番ね。しかもカリスさん、カリスさんも東大卒だからね。うん、そう、やっぱちょっと東大の人かアフタヌーンティー履き違えてる。履き違える。でも世の中に東大卒で言ったら世間が東大卒なのにっていうような生活の仕方してる人っているんですかね？まあいっぱいいますよ。あ、いるんだ、はい、表に出てるから言われるだけで、まあ、なんだかんだでやっぱ東大卒って、まあ、もちろん普通の人口から考えれば少ないんで、うん、なんか見たことないって人多いとは思いますけど、うんうん、もうバイトしてる人だっていますからね、博士課程で、うんうん、そうなんだ、うん、確かにね、研究の人で給料安いみたいな人は大変そうですよね。いっぱいいますし、もう就職もないってなってる人、うん、まあ、一応エフラン大とかにね働き口として行ってる人はいますけど、まあ本当厳しいです。なんか周り見ててもその博士課程まで行ったのにって人いっぱいいます。そうなんだ、まあ、東大なのにっていう人は。え、でもそうやって言われるのは余計なお世話と思ってるんですかね？なんかそれを好きでやってる。いやいや辛いです。研究の人はとりあえず給料上げてほしいって感じで。確かに、だって世のためのことしてるのに。あ、今もっちゃんは結局何ニートなんですか？私はハイパーフリーランスと。ハイパーフリーランス、かっこいい。ちょっと超えちゃってるんだ。フリーランスもうフリーじゃないじゃん、はい、かっこいい。ハイパーフリーランス、ハイパーフリーランスとは5社ぐらい働いてます。5社ぐらい。最近ちょっと悩んでましたもんね、もっちゃんさん。あの働きすぎてちょっと時間がなくなって病んでました。フリーランスで仕事を請け負ってっていうことですね。業務委託ってことなんですね。業務委託ですね。あ、なるほど、そういう感じで、まあ、動画もね編集できるし、映画についてのコメントも東大生っぽく、うんうんうん、できるし、できるし、まあでも働きたくないですね。ちょっと働いてみて分かった、自分が社会に適合していないということ、超ロングスリーパーなんですよ、うんうん、だらしないとかそういう気持ちの問題じゃなく、うん、もう睡眠がベースとして必要。なるほど。だし、うん、寝ようと思えば1日12とか14とか余裕で寝れるんで、すげえ。今日11時間寝てきた男が言うのもなんですけど。私も10時間寝てきました。やばい、ロングスリーパーしかいない。ね、だから時間の融通が効かないとちょっと毎日朝早く8時からとか無理です。東大はでも出ておいてよかったとは思うんですか？まあでもそうフリーランスの仕事やるにしろ、うん、やっぱこうフックになりますからね。東大出てるってことは、うん、ある程度は頭が使えるんだろうと、少なくとも日本語は通じるであろう、はいはい、もう最低限っていう保証にはなる、ね、うんうんうん、まあそこは良かったと、はい、大学はやっぱ行っといた方がいい。まあでもね、ブランドがあるとセーフティーネットになってくる。おー、うん、なるほど。ああ、それはまあ分かる気がしますね、うん、もし何かあっても森哲さんの武田塾で交渉しようとか。ああ、そうですね、はい、全然大丈夫ですもんね、できますね。え、大丈夫ですか？全然大丈夫。あれ、もっちゃんさ、SVO 公文のこと VIO 公文って言ってたんですよ。大丈夫ですか？大丈夫。どうどう、VIO 公文、愛どっから出てきたの？脱毛公文。脱毛まずは基本は脱毛から。それでも大丈夫ですか？やっぱ賢いんですぐ戻ると思うんで、うん、そこはね、
そうか。どうですか、卒業してない大学に大学に行ってない身としては耳が痛いです。行かなかったですからね、結局、はい、YO 女子大受かったのに YO 女子大受かったのに、確かに、はい、むずいですよね。なんか自分高卒の身としてなんか大学に行かなかったことに対して後悔とかコンプレックスとか一切ないんですけど、楽しく生きてますけど。選択肢めっちゃ減らないですか、できる。多分もう大学に行かないっていう選択をしてるような人間が大学に行ったことによる選択肢を取ろうっていう視野がないんですよ。だから大学に行かないんですよ。だから困ってないです。専門学校とかに行こうっていうのも全く考えなかった。いや、その製菓学校に行こうとして。製菓？そう、お菓子作り。そう、パティシエになろうって思って製菓学校のオープンキャンパスめっちゃ行ってたんですよ。創価学会みたいな言い方。製菓学校。製菓学校。ほとんど決めてはいたんですけど、いや私もうテレビ出る人以外になりたいものなかったんですよ。本気でなりたいものが、学生をだらだら続けたいなっていう気持ち、社会人になりたくないっていう、働きたくないっていう気持ちで、親のお金使って学校行くくらいなら一回社会人やって、まあ、どうしてもその道進みたいならオーディションを受け続けてもいいし、本当に製菓学校行きたいんだったら自分の稼いでお金で行こうと思って就職しました。大学行く人は大体やっぱ学生延長したいとか、ちょっと選択肢がみたいなね、割と決まってないタイプの人が行くから。でも森哲さんから見たら大学に行かない人生なんか考えられないですか。僕は予備校講師だったんでね、予備校講師大学入ってないといけないんで。そうか。え、高校の時から予備校講師になるぞと思ってた。いや、予備校に行ってからね。あー、行ってから予備校。わかりやすい、わかりやすい。もう大学行かないとなれないんで。うーん、じゃあ YouTube をやっていろんな人と関わって高卒で成功してる人とかって会ったことありますか。はい、まあいわゆる社長さんたちいますからね、当然高卒でもっていう人たちはいますから。そういう人見るとやっぱ別に関係ないなとかは全く思わないですね。思わないんだ。思わないんだ。全く思わないですね。そりゃ大卒の人の方ができる人がどうしても多い。へー、あの割合として、うん、だどうしても大卒でも仕事ができないじゃないかっていうのは言われるんですけど、うん、まあ、それはそうだろうなっていう。うん、それは何でですか。いや、もう9割の人は仕事ができないですから。あ、全人口の。もうそもそもできない、もともとできないものがデフォルトだということに気づいてこなかったのが失敗だったなって思ってます。あ、知ってればよかった。確かに働きたくないもんな、うん、みんな渋々金のために働いてることだから、そんな仕事なんてできないですよね。そうそう、やる気もなければ能力もないっていうのが普通なんで、うん、そういった意味ではだって坊ちゃんだったらみんながね、やっぱそれはできると思ってオファーするわけじゃないですか。うん、そうでも仕事はちゃんとやっていけてるわけでね、はい、東大卒だから、まあ、やっぱ優秀な人がどうしても多いっていうのはあります、うん、もちろん例外はあるし例外が目立っちゃうんで、うん、それはいっぱいいますよ、周りにも。早稲田卒ですけど慶応卒ですけど全然使えない、全く仕事できない人います、ね、大体そういう人はちょっと間違えてますよね、その自分の適性の。あ、なるほど、はいはいはい、私研究者とか絶対できないですもん、うん、こうじっくり一つのこと考えるとか、うん、多動気味なんで、うんうん、むしろなんか連絡をひたすら返し続けるとかそういう方が得意です、ね、調整みたいな。じゃあ、まあ、じゃあグラビアアイドルに関しては賛成ということで。はい、もう綺麗な体をもう全世界に知らしめてほしいと思います。神谷朝さん の4姉妹なの知ってます。知らないです。え、全員顔の整った女の子が4人4姉妹ですって水着で並んでる写真を見て、羨ましいなと思いました。じゃあ筋群ですか、理算群ですか。何ですか、もちろん。筋群か理算群か。そうそう、どっちがどっちですか。理算はもちろんベテランチです。あ、でもベテランチさん言ってることはまともでしたよね。じゃあでも本田裕介はちょっとヤバすぎると思う。やばすぎ、もう動画全部見ちゃいましたよ。見たんだ、どっこい翔平チャンネル。あらららら、見ちゃいましたよ。あまりにも衝撃すぎて。衝撃だったんだ。何ですか、理算とか知らなくて。あんなものは知る必要はないと思う。やっぱ筋は通した方がいいと思う、ね、筋群ですか。岩井群ですか。筋通してない方じゃないですか、でもそれ。ああ、じゃあこれ危ないな、なんか、だ危ないな。大丈夫です。これでベテランちゃんがいじったら、もっちゃんは理算群ですっていじったらまた中立とさせていただきます。今とこカットします、ね、どちらとも仲良く。いやでももっちゃんさんがそこ参入してた方がおもろくないですか、なんか。そうそう、した方が。いや、もうだいぶ旬すぎてるな。だいぶ旬すぎてる、だいぶ過ぎてる。遅すぎるのよ。遅すぎてる。わかりました。まあまあやればいいじゃないと。東大卒でも別にいいじゃないということで、うん、それが。別に森哲さんがグラビアしたっていいんですよ。ホリエモンだってやってましたからね。どの層に刺さるんですか、それは。グラビアは自由だから。
まあ、確かちょっと見てみたいかもしれない。コメントで希望がたくさんあればもしかしたら出版社の目に留まるかもしれません。実現するかもしれない。はい、ちゃんと、はい、りゅうちゃんに置いていただきました。はい、ありがとうございました。じゃあ160は貼っておきましょうか。はい、お願いします。はい、ゆるく更新してます。3ヶ月に1回ぐらいです。いや、そんな少なくはない。